経営学、時事解説、人材育成、ビジネスメソッドをあなたに届ける新時代ストラテジーチャンネル。はい、こんにちは、白塚です。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は CSV とはというテーマで お話をさせていただきたいと思います。で、最初にお知らせを1点させてください。あと10日後の11月28日水曜日夜8時に新プロジェクトの方をメルマガ読者さん限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるということであれば、ぜひこの機会にメルマガのご登録をお願いいたします。なお、もしメルマガを登録していただいたら、3分以内にメルマガのご登録ありがとうございますという返信メールを送らせていただいています。そちらのメールが届いているかどうかのご確認を迷惑ホルダーまで含めてしていただけるようにお願いいたします。ご協力ください。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は CSV とはというテーマなんですけれども、CSV とはということで、Creating Shared Valueですね。クリエイティングシェアードバリューということで、共有価値の創造ですね。クリエイティングっていうのは創造ですね。まあ、シェアードっていうのは共有されたと。で、バリューっていうのは価値ですから、共有価値の創造っていうのが、まあ、CSV という言葉になるということですね。企業が本業を通じ、企業の利益と社会的課題の解決を両立させることによって、社会貢献を目指すという企業の経営理念。CSR、企業の社会的責任よりさらに踏み込み、より直接的に課題の解決を図ることで、企業価値の向上を目指すということですね。まあ、もう一回確認すると、企業が本業を通じ、企業の利益と社会的課題の解決を両立させることによって、社会貢献を目指すという企業の経営理念。CSR、企業の社会的責任よりさらに踏み込み、より直接的に課題の解決を図ることで、企業価値の向上を目指すというのが、まあ、CSV ですね。Creating Shared Value という言葉の意味になります。デジタル大事典より一部引用させていただきました。要するに、まあ、今のね、説明というのをちょっと、まとめると、CSV というのは、企業が本業をちゃんとやって、しっかりと利益を出しながら、事業を通じて社会的な課題解決を図ることで、みんなにとって共通の価値を作るということですよね。企業が本業をちゃんとやって、しっかりと利益を出しながら、事業を通じて社会的な課題解決を図ることで、みんなにとっての共通の価値を作るというのが、まあ、CSV という考え方になるということですよね。まあ、はっきり言って当たり前なんですよね。全然当たり前と。で、新しい言葉なんですけど、 CSV っていうのは、まあ、2011年から出てきてる考え方ですから、まあ、かなり新しい考え方なんですけど、実は当たり前のことを言ってるだけだということになります。企業が本業をちゃんとやるっていうのは当たり前ですよね。で、しっかりと、ね、経営ですから、ね、利益を出すというのも当たり前ですよね。そして、そのね、自分たちがただ儲かればいいということではなくて、その本業、その事業を通じて社会的な課題解決を図るということですよね。そして、その結果、まあ、みんなにとっての共通の価値を作るというのは、まあ、全部当たり前のことを言っているということになります。なので、CSV という言葉は新しい言葉なんですけど、考え方自体は全く新しくないんですね。考え方自体は全く新しくないということになります。むしろ、そのね、商売、もしくは事業、もしくはビジネスの原点に回帰したと、原点に戻ったということを言って言えると思うんですね。要するにこうね、CSV の前に CSR ですね、CSR ね、これも CSR とはという別の動画で説明をしてるんですけれども、企業の社会的責任っていうのが、まあ、間違って、解釈され始めたんですね。もともとは企業は、ね、社会に対して正しい説明責任を果たしましょうというところから始まったんですけど、まあ、それがちょっといろんな解釈によって、最終的に企業は社会的にいいことをやりましょうっていう、ね、解釈になり、なんか企業がね、まあ、慈善活動とかボランティア活動とかっていうのを始めたんですよね。だからおかしな方向に行ってしまったわけですよ。だからそれをまあ修正する、ね、企業って本来何のためにあるのという、その本来の、ね、その正しい方向に修正するっていうのが、まあ CSV という考え方になるわけですよね。で、そのボランティア活動とか慈善活動っていうのをするために企業は存在しているわけではなく、企業は本業をやるっていうのが、まあね、企業の存在意義ですよね。
まあ、それによって企業の利益と社会的課題の解決を両立させるということですから、ね、企業が本業をちゃんとやってしっかりと利益を出しながら、ね、事業を通じて社会的な課題解決を図ることでみんなにとっての共通の価値を作るということです。だから、まあ、日本だったらもうね、今から260年ぐらい前からこういう考え方はあったわけです。もちろん CSV というね、そのアルファベット横文字の言葉ではなかったわけですけど、この考え方、この精神っていうのはもう260年ぐらい前の江戸時代中期ぐらいからはあったわけですよね。まあ、いわゆる売り手よし買い手よし、そして世間よしと、売り手よし買い手よし、そして世間よしといういわゆるこう近江商人たちの三方よしという考え方ですよね。まず売り手よしということですよね。要するに企業にとっていいと、ね、商品を売っている売り手にとって良いということですよね。だから企業はちゃんと、ね、利益を出しましょうということですよね。企業っていうのはね、結局存在意義っていうのは一つなんですよね。で、それは顧客の創造なわけです。で、顧客を創造するために企業っていうのは存在しているわけですよね。その企業があったからこそ新しいお客様が作られたということです。今までは中華そばしかなかったんだけど、ね、その中華そばの代わりにね、その麺を、中華麺を入れてみて、ラーメンというのを作った。だからそのラーメンというね、商品が生まれたことによって、ラーメンを食べるというお客様が生まれたわけですよね。それがこう醤油ラーメンしかなかったのに、誰かがね、その中華麺に対して豚骨スープを合わせてみたわけですよね。そしたら豚骨ラーメンっていうのができた。豚骨ラーメンっていう商品ができたからこそ、豚骨ラーメンを食べるっていうお客様が創造されたわけですよね。要するに企業っていうのはこの顧客の創造、新しいお客様を作り続ける、そして新しい需要を喚起し続ける、これが企業の、ね、存在意義、存在目的なわけです。だからその本業っていうのをちゃんとやりましょうと、ね、で利益を出すっていうことは絶対必須なんですよね。絶対に必須ということになります。なんでかっていうと、将来新しいお客様を作る、将来顧客の新しい顧客の創造をし続ける、新しい需要を喚起し続ける、そのための、ね、再投資するための源泉っていうのは利益しかないんですよ、ね、利益を出してその利益の一部を再投資し続けることで常に新しい顧客を作り続け、常に需要を喚起し続ける、そしてこのね、社会の中でお金を回し続ける、経済を循環させるということですよね。利益が、ね、その源泉になってるわけですから、企業が本業をちゃんとやって利益を出して、そしてその利益を将来の成長のために再投資し続けて、ね、常に新しいお客様を作り続けながら、ね、常に企業というのは持続的に成長し続けるということですよね。まあ、それが本来のあるべき姿ということになります。だからまず売り手よしじゃないといけないわけですよ。で、ここが慈善事業とかボランティアとの一番の違いということになりますね。慈善事業とかボランティアっていうのは、ね、相手にとってはいいんですよ。ね、相手にとってはいいわけです。ね、結局その、ね、無料で例えば寄付をするとか、無料で何か活動するとかっていうのは相手にとってはいいわけです。しかしそれ自己犠牲ですよね。ね、本来は商品を提供したら何らかの対価っていうのを、ね、受け取る。もしくはサービスを提供したならばそれと同等の、ね、対価っていうのを受け取る。それが当たり前の姿ですけど、まあ、慈善事業とかボランティアっていうのは相手にとってはいいわけですよ。相手にとってはいいんだけど、それは自己犠牲なので、ね、本来だったら対価を受け取ってしかるべき商品サービスを無料で渡してるわけですから、なのでこれ自己犠牲になるんですよね。だから自己犠牲はね、道徳的精神としては非常に美しいんですけど、ね、実際は長く続かないわけです、ね、長続きしない。絶対自己犠牲してる人とか自己犠牲してる企業が苦しくなってしまうので、長く続けることができないんですよね。だからやっぱり売り手よし、まず本人たちですよね、まあ、いわゆるこう企業にとっていいと、売り手よしですよね。そして買い手よしですよ。買い手よしっていうのはその商品を買った相手、もしくはそのサービスを受けた相手にとってはもちろんいいということですよね。ね、だから自己犠牲はダメですけど、自己中心もダメということですよね。自己犠牲っていうのは自分はね、どうでもいいと、相手さえ良ければっていうのが自己犠牲ですよね。で、それはダメということです、ね。自己犠牲は美しいけど長く続かないということですよね。だけど自分さえ良ければ相手にとってはどうでもいいっていうんだったら、これはもうか、あ、ね、自己中心すぎるということなので、それもダメということですよね。自分たちはちゃんと、ね、その商品そのサービスの対価を受け取ると、しかし相手は、ね、その支払った対価以上
上の価値を、ね、その商品そのサービスを通じて受け取ると。だから売り手よし買い手よしですよね。でその結果その、ね、本当に売り手にとっても買い手にとっても両方にとってもいい取引だということであれば、それは世間にとってもいいことだということで世間よしということですよね。だから社会貢献って言ったらなんかすごく大きなことをやらないといけないっていう感じがありますけど、やっぱりこうね、問題解決能力とか課題解決能力っていうのもやっぱりこう成長なので、ね、例えば小学校1年生がね、いきなりこうね、中学校3年生のね、連立方程式なんか解ける必要ないんですよ。小学校1年生のね、生徒たちがね、解けないといけないのは中学校3年生の問題じゃなくて小学校1年生の問題なんですよね。小学校1年生の時は小学校1年生の問題を一生懸命解ければいいわけです。小学校2年生になったら小学校2年生の問題が一生懸命解ければいいんですよ。小学校3年生になったら小学校3年生の問題が一生懸命解ければいいわけです。同じように企業経営者っていうのも、みんながいきなり、ね、地球規模の大きな課題を解決しないといけないということはないんですね。それはもう課題解決能力がそこまでいってないわけですよね。だからだんだん企業っていうのは成長しながら解決していく課題っていうのも大きくなっていくわけです。逆の言い方をしたら、起業したばっかりの経営者とかっていうのは本当に目の前のたった一人のお客様の役に立つというのが自分が今取り組まないといけない課題解決なんですよね。ね、だから売り手よし買い手よしっていうのをまずきっちりやるということです。ね、みんながね、本当にこう地球規模75億人にとっての、なんか大きな壮大なことをいきなりやらないといけないってわけではないわけですよ。ね、それはこう自分の経営者としての問題解決能力、課題解決能力はそこまでいってないですよね。まだその実力がないわけですよ。だから小1の時は小1の課題が解ければいいんです。で小2の時は小2の課題が解ければいいんですよ。で目の前の相手の、ね、役に立つというその力っていうのを着実に上げ続けていく。でそうすると、まあ、経営者の実力っていうのがそのままやっぱ会社の業績っていうのになっていくので、経営者の問題解決能力が上がっていけば自然と自分が解決していかないといけない社会的な課題っていうのも大きくなっていくんですね。だから基本的にはとにかく売り手よし買い手よしですよね。自分にとってもきっちりと利益が出ますと。しかし相手は取引したことで、ね、その支払った対価以上の価値を受け取ってますということをきっちりやり続けてると、ね、それは本当にとって両者にとって価値ある取引であったと、ね、価値ある、ね、交換であったということであれば、それは必ず社会にとってもいいと、ね、自分と相手にとって良かった取引っていうのはそれは社会にとってもちろん良かったわけで、あとはその社会貢献とかって言った時にいきなり大きなことができなかったとしてもいいんですね。自分が誰かの役に立とう、そして実際誰かの役に立ったということをやっていれば、それはすなわち社会貢献になっているわけですから、あとはもう規模っていうのは自分の問題解決能力、課題解決能力が上がっていけば自然と大きな問題に取り組むっていう機会が与えられていくということですよね。小1の時に小1の問題を一生懸命やって小1の問題が解けるようになったら、ずっと小1のまんまじゃないわけですよ。小学校2年生に上がるわけですよね。そしたらもっと難しい問題になるわけです。で小2の時は小2の問題に一生懸命取り組んで、もう小2の問題はスラスラ解けるということになれば、自分は進級して小学校3年生になって今までよりもさらに難しい問題に挑戦できるわけですよね。で会社経営っていうのも全く同じなわけです。いきなり大きい問題に取り組まなかったとしても、今自分の目の前にお客様が1人いるというのであれば、いかにその人の役に立つことができるか、いかにその相手の満足を提供することができるかという力を一生懸命上げていくわけですよね。でそれがちゃんとできるようになったら、自然と少しずつ自分はね、もっと大きな問題解決、もっと大きな課題解決に取り組んでいくことができる。しかし目の前のお客様が本当に喜んでくれて、しかもそれは自分たちの会社にとってしっかりと利益が出るものであると、売り手よし買い手よしの取引になっているということであれば、もうそれはすなわち同時に世間よしですよね。社会にとってもいい取引になっているということですよね。ですから要するに CSV というのは、企業が本業をちゃんとやってしっかりと利益を出しながら、事業を通じて社会的な課題解決を図ることで、みんなにとっての共通の価値を作るということですよね。まあ、CSV というのは共有価値の創造というふうに訳されるものですけれども、言葉は新しいんですよね。まあ、2011年ということでいけば、まあ7年ぐらいの言葉ということになりますね。まあ、これが世界最高峰の、まあ、今考え
え方の一つになっているわけですけど、言葉とか概念は新しかったとしても、その精神ですよね、その根底に流れている精神っていうのは全然新しくないということです、ね、だから結局ね、本当にその人間社会にとって大事なことっていうのは普遍なんですよね。普遍っていうのは変わらないっていうことです、ね、だからもう昔から、それから数千年前から今までですね、いろんな新しい言葉が出続けてきて、いろんな新しい考え方が出てきたかもしれないけれども、基本的に本当に人間として、もしくは人間社会として大事なことっていうのは、大事な精神っていうのは実は変わらないわけです、ね、CSV、ね、クリエイティングシェアードバリュー、共有価値の創造、この言葉、この考え方自体は新しいですけれども、しかしその精神は全然新しくないんですね。もう江戸時代から、ね、今から260年ぐらい前の江戸時代中期からね、三方よしと、売り手よし、買い手よし、世間よしと、ね、みんなにとって、ね、価値ある取引をしましょうと。っていうことは、商売の原点であり、ね、事業の原点であり、ね、経営の原点なわけですよね。だからもう突き詰めていくと、まあ、結局これっていうのは、まあね、世界最先端にして世界最高峰のまあ考え方の一つにはなりますけど、しかし、ね、まあ、はっきり言ったら一言で言えば、経営者はちゃんと経営をしましょうということにまあ尽きるということです。経営者って一体何のために存在しているのか、企業とはそもそも何のために存在しているのか、ね、だったら企業は企業として、ね、本業をちゃんとやりましょうと、経営者は経営者として経営をしっかりとやりましょうということに尽きるわけですよね。だから自分たちにとっても良い、ね、そして取引してくださった相手にとっても良い、そしてそれが世間にとってもいいっていう、みんなにとっての価値というのを常に企業は作り続ける、価値を創造し続けるということですよね。まあ、そういう当たり前のことをしっかりやりましょうということに、まあね、世界のまあ経営学っていうのは戻ってきたわけですけど、それは日本人にとってはむしろ常識であり、当たり前のことを当たり前にやっていけば一番いい形で、ね、全てが社会が持続的に成長し、そして自分たちの会社もそれに合わせて持続的に成長し続けていくことができるというお話です。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして最初にお知らせをさせていただきましたけれども、あと10日後の11月28日水曜日夜8時に新プロジェクトの方をメルマガ読者さん限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるということであれば、この機会にメルマガのご登録をしてください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。